旧小坂鉱山病院記念旨、小坂鉱山事務所は、秋田県和野郡小坂町にある建築物。1905年に小坂鉱山の事務所として建設。ルネサンス様式の外観を残す建物は、1997年まで事務所として使われていたが、小坂精錬の工場増築に伴い解体され、建物は小坂町に無償譲渡された。2001年、 小坂町の明治百年通り構想により、旧小坂鉱山病院跡地に移転復元され、新たに観光施設として生まれ変わった。移転するにあたっては、完成当時の状態を再現するため、壁面はモルタルから白い漆喰に変更、屋根も途端からバルコニーは完成当時の杉板吹きに、それ以外は耐久性から同板吹きに変更した。 ランプなどの室内の小物に関しても当時の設計図を元に作り直した。2002年には行楽館と共に国の重要文化財に指定されている。中にはアミューズメントアトラクションやレストラン富士田クラブ、土産店、着物スタジオがある。当時には1908年にルネサンス様式の小坂鉱山病院が建設されたが、 1949年の火災により建物が消失。その後も小坂鉱山病院は引き続き当地で診療を続けていたが、1997年に閉院し建物も解体された。創建当時の遺構として、敷地内には霊安室のあった建物だけが旧小坂鉱山病院記念棟として保存されている。ありがとうございます。